英会話スクール、イングリッシュパートナーズの末田か奈子です。採用する。英語では adopt。音節は2つで adopt となります。アクセントは、えー、o につきます。練習してみましょう。adopt、えー。品詞は動詞になります。採用するの例文を見てみましょう。チームリーダーが私の案を採用したらしい。The team leader seemed to adopt my idea. 採用するの他の言い方は「employ」や「hire」などがあります採用する英語では ad「adapt」ぜひ覚えて使ってみてください出張英会話レッスンなら English Partners で検索オンラインレッスンもやってます